髪の毛は洗濯物とよく似ています。はい、こんにちは、のべや本店ののべです。今日のテーマは最近髪が乾かないんです。こういった内容でお届けしたいと思います。過去の動画に視聴者さんから質問をいただきました。読ませてもらいたいと思います。えみえみさんから、こんにちは、初めてコメントします。アラフィフ世代、髪質が変化して最近では髪が乾きにくくなりました。考えられる原因と対策を教えていただけたら嬉しいです。こういったコメントね、髪が乾きにくくなりました、髪質が変化した、これおそらく書いてはいないんだけど、加齢によって髪質が変化したと感じてらっしゃるんじゃないかなと思います。そこで乾きにくさを感じてるんだなと。まあこういったことですね、のぶさんがこの道30有用なので、プロとして、あなたに髪の毛が乾きにくくなる原因とその対策伝授しちゃいたいと思います。ということで、必ず最後までじっくりとご覧ください。では行ってみよう。では早速参りましょう。髪の毛が乾きにくくなる原因とその対策。加齢によって髪質が変わって乾きにくさを感じているというお話だけじゃなくてね、誰にでも当てはまるお話からいきましょう。髪の毛が乾きにくくなる原因、いろいろ考えられますが、もしあなたが今現在髪の毛がある時から乾きにくくなったと感じるな、またはそれは感じてはいないんだけど、もっと乾かす時間短縮できたらいいのにな、とこういったことをもし感じてるんであれば、一つ一つね、自分に当てはめて考えてみてください。このなぜ乾きにくくなるかが分かれば、その対策っていうのは勝手に分かると思います。いきましょう。まず最初、ドライヤーを買い替えた、ドライヤー買い替えて、前のドライヤーだったら乾かしたら乾くの早かったのに、ドライヤー買い替えたら乾きにくくなった、こういったことは十分考えられます。まあでもこの場合はね、そのことが原因なんだなっていうのが分かると思う。分かりやすい、感じやすい。でも現実問題としてドライヤー買い替えたら乾きにくくなったってことは全然あります。まあ詳しく言えば、風の量と熱の、温度の高さ、この2つの組み合わせで髪の毛っていうのは乾くので、前に使ってた元よりも風の量が少なくなった、風が弱くなった、温度が低くなった、この2つの組み合わせで前のドライヤーよりも今のドライヤーの方が乾きにくくなるってことは十分あります。なのでドライヤーを買い替えたので乾きにくくなったということがまず考えられます。そして2つ目、シャンプー&トリートメント、これを買い替えた、違うのを使い始めた。これね、意外な盲点なんだけど、シャンプーとトリートメントで髪の毛が乾きやすくなったり乾きにくくなったり、使ったものによって変わるってことはもう余裕であります。実は結構この可能性大きいんじゃないかなと。でも実際はそれに気づかない人が多い。そういったものがシャンプー&トリートメントかなと。どういうことかというとね、シャンプーとトリートメントに含まれている油分、油、これが髪の毛をしっとりさせたりね、ボリュームダウンだとか、手触り良くしたり、艶を出したりってことをしてるわけ。なので、この油分っていうのはね、そもそも乾かない性質があるよね。水分に比べると油分の方が圧倒的に乾かない、乾かないために入れてると言ってもいいよね、シャンプーの中に油を。分かりやすく言ってしまうと、冬場手がカサカサするときはクリーム塗るよね。あのクリームって油じゃない、乾かしたくないときに使うものが油なんです。なのでシャンプー&トリートメントにたっぷり油分が入っていればドライヤーで乾きにくくなります。意外とここ気づいてない人が多かったりしてね、なんで私の髪急に乾かなくなったんだろうか、いろいろ聞いててみると、ある時からシャンプー&トリートメントを変えたなんてことが意外とごくごく普通にあります。です、次、アウトバストリートメント、またはね、洗い流さないトリートメントと言われているものね。この2つ意味は一緒です。何しろお風呂の中でやるんじゃなくて、お風呂から上がった後にそれをつけてからドライヤーしましょうねというタイプの商品。これもさっきのシャンプー&トリートメントと同じね、仕上がりを重くするために入っている油がより乾かなくさせる、つけなかったらすぐ乾いたのに、つけるようになったら乾かなくなる、これ当たり前のことね。つけた方が
乾きやすくなる油っていうのは、まあ、ほぼこのように存在してないと思ってもらって間違いないと思います。最終的な仕上がりを、しっとりさせる、ボリュームダウンさせる、ツヤを出す、手触りを良くする、もうほぼ全て油だと思っていいね。なので油をつければ髪の毛は乾きにくくなります。それとだね、温度と湿度、温度と湿度、これ今の時期ぐんぐん上がっていってるよね。のぶさんは関東地方に住んでるのですごくはっきりわかります。これからどんどん気温が上がってどんどん湿度が高くなってきてるなってことをね、あ、梅雨入り目前なんだなみたいな。で、当然、気温が上がればですね、お風呂上がりのドライヤー、乾かしてるはずなのに後から汗かいてきちゃって、ドライヤー当てれば当てるほど濡れていくみたいな、そういった経験したことある人いると思うね。それと湿度だよね。冬に比べたらもう空気中が湿気でいっぱいなので、同じようにドライヤーをしても室内の湿度で、空気中の、ね、湿気で髪の毛が乾かない、これ十分にございます。それとね、ダメージ、髪の痛みって実はピンピンな健康毛よりも少し傷んでる髪の方が乾きやすいのね。なんだけどこれがどんどん髪が傷んでいくと、あるラインを超えると急に乾かなくなるっていう、そのラインがあるのよ、明確なラインが。だからね、分かりやすいのはブリーチ毛だったり縮毛矯正だったり、そうじゃないにしても自分でものすごい短期間に毎回根元から毛先までベタベタに薬を塗ってカラーリングしてる人、またはその傷んだ髪にパーマをかけちゃったとか言うとね、髪の毛があるラインを超えてしまうわけね。そうするとそれまではすごく髪が乾きやすいね、髪の毛が傷む前に比べると傷んじゃって乾きやすかったのが、もっともっと傷んでいくとあるラインであるところを超えると急に乾かなくなっていく、こういったことがあります。痛みすぎという原因ね。まあそんなところかな。ただ今日の本題ね、このエミエミさんが言うアラフィフ世代で髪質が変化して乾きにくさを感じていると、これはだね、今言ったようなドライヤーとかシャンプー&トリートメントとか、お風呂上がりにつける洗い流さないトリートメントとか、気温や湿気とか、髪の痛みではないんだと思うよ。おそらく加齢によって髪質が変化しました。この加齢による髪質の変化イコール髪は細くなっていってます。確実に、ね、年齢とともに髪がどんどん太くなるってことは、まあ、まずないですね。まあ、あるとしたら赤ちゃんね、赤ちゃん。生まれたばっかの赤ちゃんってなんかぽやぽやっとした細い頼りない毛が生えてるでしょ。あれが1歳になり2歳になりどんどんこう大人の髪になっていく、そういったことはあるんだけど、我々大人ね、大人はですね、まあ言いたかないけど上り坂はもうね過ぎてるわけですよ。なので髪の毛はこれからどんどん細くなっていくわけ、細くなることによって実は髪の毛は乾きにくくなります。どういうことなんでしょうかね。髪の毛細い方が乾きやすそうな気がするでしょ。でもね、ものすごく太くて硬い人よりも細くて柔らかい人の方が乾かないのよ。これ密度は別の話ね。同じ密度だとした場合、細くて柔らかい方が髪は乾きません。これを解説しましょう。それはですね、水によって髪の毛同士がくっついてしまって空気に触れる面積が異常に少なくなるからです。これわかるかな。太いものっていうのは水でくっつき合わないというのかな。まあもちろん太いもの同士のくっついてる面積はあるんだけど、離れやすくもあるんだよね。髪の毛同士が独立しやすい、太い方が。細いものっていうのはペタッと水でくっついたら、そのピッチリこうくっついたままになっちゃうので、空気に触れにくくなるよ。なので乾きにくくなります。これ理解できたかな。じゃあこの対策ね、髪の毛を太くできれば一番いいですよ。髪の毛をこういうことをすると髪が太くなりますよってことがね、今日の明日のでできるんであればいいんだけど、それ自体は難しいよね。なのでお風呂上がりにできる工夫がございます。それは何かというとだね、タオルドライした後ドライヤーする前に櫛で溶かしましょう。櫛で、のぶさんはもう過去の動画でも散々言ってきてるんだけど、お風呂上がりにドライヤーの前には溶かすといいよとね、それは絡まりをほぐすという意味でもあるんだけど、くっついちゃってる髪の毛に櫛を通すことによってそのくっついてるのを離すという意味があるのね。
くっついてるもの同士を風を一方から当てた時に、この間には風が通らないわけだよね。でもそれを串を通したことによって隙間が空いてれば、その間に風が入りやすくなるので、髪の毛は、乾く時間が短縮できると、ね、いうわけなの。なので串で溶かしましょうね。ジャンボコーン絡まらなくていいですよ、なんて言って、過去の動画でもたくさんおすすめしております。ただし髪の毛がものすごく細くなっちゃってるという場合ね、髪の毛が細いもの同士がくっついちゃってる間にジャンボコームの大きな串目が通っても、くっつき合ってるもの自体がほぐしにくいというかな、くっつき合ってるもの同士を離すことが難しかったりする。なので、絡まっちゃって引っ張っちゃうのはダメなんだけど、そうならないギリギリの細かい串、これで溶かすとかね、細くてくっつき合っちゃってる髪の毛の間にまた細い串が入るので、これを切り離すこと、ね、離すことができるので、そこに風が入って乾きやすくなります。実際に見てもらおうかな。ちょっと待ってね。これがノブさんがサロンワークでもよく使っているシャンプー終わった後に、お客さんの髪をこれで溶かした後にドライヤーします。かなり串が粗いのわかるかな。これね、取っ手がついてるかついてないかは別に大した問題じゃないのよ。この串目と串目の間の幅、これが広いことによって髪の毛を引っかからずに溶かせますよっていう。なので濡れてる髪にね、溶かすと髪の毛同士離すことができるんだけど、髪の毛がものすごく細い人の場合はこれで溶かしても、この間に入ってる髪の本数がすごく、たくさんあるってことになっちゃうね。だったらもうちょっと細かい串でいきませんかと。目が細かい、ね、これとこれだったら全然細かさが違うよね。目の細かい串で溶かせばくっつき合ってる髪の毛を離すことができますよと、こういったことになるかな。これで答えになってますかね。髪の毛が細くなってくっつき合っちゃうので、串で溶かすと、乾くのは早くなります。そんなところです。これでもね、まだわかんないって場合はね、こういった場合はどうですかとかね、あればコメント欄の方にどんどんお寄せください。でもおそらく今日挙げたいくつもの項目プラスその櫛で溶かすということで、ここを見直せばね、乾く時間早くなるんじゃないかなと思います。それと大事なのはですね、早く乾けばいいかっていうと、ノブさんは前からね、しつこく唱えているのは、ドライヤーの風で乾ききる瞬間を迎えましょうってことをよく言うね。なぜかというとね、髪の毛は洗濯物とよく似ています。脱水が終わった洗濯物、急いで乾燥機した方がいいよね。乾ききる瞬間を自然乾燥で迎えるよりも、乾燥機の中で完全に乾かしきった方がいい風合いになるよね、洗濯物っていうのは。髪の毛もこれと全く同じです。タオルドライした後、つまりお風呂上がりにタオルで拭いた後というのは、脱水が終わった洗濯物と同じです。それをほっとらかしておいて、ところどころ乾いちゃってから乾燥機に入れても綺麗にならないよね。髪の毛も全く同じです。お風呂上がりにタオルで拭いて、そのままにしてて乾き始めちゃったら、もうその後ドライヤーしても綺麗になりにくいからね。なのでそこら辺のことは重々理解していただいた上で、早く乾かすための方法、今からできること、今日挙げた項目の中にたくさんあると思います。ぜひともチャレンジしてみてください。ということで、現場からは以上です。ではここからはノブレディオのお時間です。シャキン参ります。テムテムさんから、今日のベリーショート本当に自分もしてみたい、まさしく可愛い大人女子そのものでした、最高、とても素敵でお似合いでした。こんなコメントをいただきました。ちなみに今日ご紹介するのは一昨日の動画、大人女子のショートは2ブロックだけじゃないと言ってね、大人のベリーショート、おしゃれで可愛くて素敵ですよと、そういったスタイルを紹介した動画です。そこにいただいたこのテムテムさんのコメントね、もうベタ褒めです。ベタ褒め、ノブさんのね、伝えした、ショートのスタイル、ベタ褒めしてくれてます。ショートってやったことない人にとっちゃめちゃくちゃハードルが高い。私ショート無理です、過去にやったんだけど似合わなかったんです、もう今私絶対無理です、そういう風になりやすいよね。
もっと言ってしまうと、あなたはいいよねショートが似合って、私は似合わない、やりたいんだかやりたくないんだかどっちなんですかみたいな、そういう風になりやすい、経験がショートの経験が浅い人にとってはすごくハードルの高いスタイルですね。でもこのテムテムさん、自分をしてみたいとね、ベタ褒めしてくれてます。もしね、気になる方は過去の動画ぜひとも遡って見てみてください。ということでテムテムさんありがとう。次、けいこさん、こんばんは。のぶさん、毎日楽しみにして見ております。のぶさんのカットするショートヘアが素敵なので、人生初めてショートヘアにしてきました。しかも刈り上げてきました。とっても似合ってるって言われました。もっと早く挑戦したらよかったと思いました。ライブ楽しみにしています。いつもありがとう。こんなコメントをいただきました。なんとこのけいこさん、人生初めてショートヘア、しかも刈り上げっていうね、これをのぶさんの動画をね見て、そういった気持ちになってくれたんじゃないかなと思います。もっと早く挑戦してくれること、とても似合ってるってくれると、いいことしかないですね。おそらくね、すごくいい美容師さんとのねお付き合いというか出会いがあったんじゃないかなと思う。これ髪型、気に入るも気に入らないも、評判いいも悪いも、美容師の責任だからね。美容師側の責任9割なんじゃないかなと思ってるの。お客さんのオーダーの仕方がまずかったとかね、見せた写真がまずかったことによって、その人自身が何か良くないことが起こるってことがあってはいけないと思うね。美容師側が全てをコントロールできなきゃまずいと思うわけ。でもこの恵子さんの場合は大満足、全てが丸く収まったというね、非常に理想的なパターンです。まあ、その、ね、報告嬉しく思います。ライブ楽しみにしていますというのはね、5月27日、ね、夜9時半からライブ配信をする。これ毎日毎日のぶさん繰り返ししつこく告知させてもらってるんだけど、恵子さんも楽しみにしてくれているというね、ということで、ライブ配信の日ね、ライブで会いましょう。では恵子さんありがとう。次、三代三崎さん、のぶさん、赤津さん、今日もありがとうございました。のんこさんの髪型とても素敵でした。普段のぶさんの動画は仕事から帰ってきてから拝見するのですが、虫の知らせとでも言うのでしょうか、今朝ラジオ体操をし終わった後、のぶさんの最新動画がおすすめのトップに上がり、前半の施術シーンだけ見て出勤しました。8ヶ月ぶりに来てくれるお客さんにぴったり、早速アイデアをパクらせていただき大成功。お客さん大喜びでお帰りになりました。今日の動画はまさしくタイムリーすぎる動画でした。のぶさん本当にありがとうございます。後半は今拝見させていただきました。私も鵜呑みにしやすい性格でしたが、のぶさんの動画を見るようになって頭を使って考える思考に切り替え中です。こんなコメントをいただきました。この三代さんというのはね、アメリカ在住の美容師さんです。その彼女はですね、まあ熱心にのぶさんの動画をね見てくれて、美容師さん目線で見てくれてるわけなんだけど、かなり過去の動画から見てコメントをね遡ってまでしてくれたり、あとはまあ Facebook のお友達になってるので、実際ねお会いしたことはいつもないんだけど、業務連絡みたいなね、仕事上の質問のやり取りみたいなこともしたこともあります。その三代さんが、のぶさんが一昨日その動画内でね、作ったショートスタイル、見て仕事に行ったらたまたまそれにぴったりなお客さんが来たので、カットをしたら大成功で、お客さんがめちゃくちゃ喜んでくれましたと。こういうのいいよね。のぶさんのカットを見てアイデアとしてね、美容師さんがこれいただきと早速お客さんに提案する。そしたらお客さん大喜びみたいなね。これはもうのぶさんも嬉しい出来事です。それと後半っていうのは、動画のね後半でコメント欄を紹介する中でだと思うんだけど、のぶさんは常々ね、情報を鵜呑みにするなってことを言ってるのね。でこれってのぶさん自身が生きてくる中で、それをいつも情報を鵜呑みにしちゃいけないなと意識してるし、のぶは本当にやる前、勤めた頃自分の
後輩たちにもそれをすごく伝えてきたし、もちろん家族にも、ね、ここに来るお客さんにもよくそういった話をします。そして最近ではこの動画のね、このチャンネルの中の動画で、そういったお話、情報を鵜呑みにするなよっていうことをね伝える。で、これはね、実はノブさんは去年、一昨年までは日本中をセミナーで回ってたのね。で、そのセミナーでもよく鵜呑みにすんなと、自分の頭でしっかり考えろと、ノブさんの言うことすら、そのままやってりゃいいなんて思うなよと、これは答えじゃなくてただのヒントだぞみたいな、そういったメッセージをね、もう長いことこう投げかけているわけね。そこでこの光代さん、私も鵜呑みにしやすい性格でしたが、ノブさんの動画を見るようになって頭を使って考える思考に切り替え中です。今トレーニング中だと、とてもいいことだと思います。こういったね、何かのやり方とかね、情報を頭にたくさん詰め込んでいくことよりも、思考の癖を切り替えていくこと、これができちゃった方が圧倒的にその後の美容師としての伸びももちろんそうなんだけど、まあ、人間としてその考え方はすごくね、成長できるはず。ノブさんはそう思ってるね。なので光代さんのこの取り組みね、ぜひとも楽しみにしていきたいなと思います。ということで光代さん、ありがとう。というわけで今日のノブレディは以上です。では今日も最後までご視聴ありがとうございました。またしつこく告知させてもらいますが、5月27日ね、夜9時半からライブ配信やっちゃいます。このチャンネルの編集&音楽担当の赤ズも、福岡県田川市からこのためだけにここ千葉県市川市の信屋本店にやってきます。そして2人で皆さんと一緒に楽しい時間を過ごしたいと思います。リクエストかなりたくさんいただきました。今ね、だいぶ絞れてきました。ですので当日ね、ぜひともお楽しみに。そして明日のコミュニティ投稿で、2人に対してのね、質問を募集したいと思います。ぜひとも普段あなたがね、ヘアについてだけではなくて疑問に思っていること、またはノブさん&赤字のプライベートなことでも全然 OK です。ちなみに前回のライブ配信では2人がお互いに好きなところを言ってくれみたいなね、そういった質問すらありましたので、恥ずかしがらずに、こんなこと聞いたら良くないかななんて遠慮なさらずに、どんどん質問の方コメント欄にお書きください。ぜひ楽しみに待っております。ということで、なるほど、納得と感じていただけたら、ぜひチャンネル登録&高評価ボタンよろしくお願いします。ではまた明日会いましょう。バイバイ。じゃんけんぽい。チョキでした。ありがとう。